はいどうも、マサです。皆さん、ムシムシして暑い日々が続いてますよね。マスクをしなきゃいけないっていうのは今のこの時代なんですけど、結構悩んでません？皆さん、マスクの選び方というか、今どういうのを選んでいいのかわかんないし、息苦しかったりとかもね、なんかいろいろあると思うんですけど、まあ、今回ちょっと毎日マスクしてて、多分一日の中でマスクしてる時間の方が多いので、結構こうマスクいろいろ変えてみたんですよ。その中でですね、ちょっと新しく見つけたやつを、動画を撮っていきたいと思います。まあこのね美容師マーサチャンネル新商品だったりとか美容の情報だったりとか配信してますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、今回紹介する商品はですねヘパスキン 4D エアクールマスクです。これはですね、テラヘルツを放出する独自のブランド鉱石を配合した高熱、遮熱効果により使用時から冷感が持続する高機能マスク。今つけてるのがこれです。まあ、使ってみての感想は、まあ、早速なんですけど、本当にね、息がしやすい。すっごく息しやすいです、これ。本当に。なんか今までいろいろ試してきたんですけど、まあ、なんか本当息苦しかったりとか、なんかめっちゃ張り付いてきたりとか、一日、まあ、つけてるんで、終盤になってくると酸素が入ってこないような感じがして、なんか頭がぼーっとする瞬間が若干あるんですけど、これをねつけてると全然それなくなったし快適に過ごさせていただいてます。なんかこれのなんかまあすごいところっていうのが高熱と遮熱効果があるっていうのが冷感が持続するよっていうのが一つなんですけど、まあ、もう一個はねテラヘルツ鉱石が練られてるから顔がリフトアップするらしいんですよね。だからつけてるだけでリフトアップしていくっていうね、なんかちょっと面白いマスクなんですけど、 UV カットもしてくれるし熱中症対策にもなるんで、今すごくマスクを探してる方だとすごくこれはいいんじゃないかなと思います。はい、あとねこれ一色でなおかつサイズがこれしかないんですけど、なんかこの紐でこう調節できたりとか、欠点としたらサイズとこの色しかないっていうのと、いくらかっていうと、まあ、これ1枚しか入ってなくて3200円するんですよ。だいぶ高いんですよね。これ3200円って高いですよ、しかも1個だけで今のところこれ僕ずっと使い回してるんですけど、まあ洗ったりとか、あとこのヘパスキンの消毒液みたいなのもあるんで、そういうのを使ったり、市販でも売ってると思うんですけど、そういうシュシュってつけるやつでですね、これのまああともう一つ嬉しいのが、メガネされてる方曇るんですよね。それがないっていうのがこれのまたすごく嬉しいところなんで、悩んでる方はぜひこのヘパスキンエアクールマスクをお求めいただければいいんじゃないかなと思います。まあ、でいろいろちょっとね検証してみたんですけど、これなんか近くのコンビニに売ってたこれも冷感マスクだったんですけど、やっぱりねなんかこの紐の部分がねずっと使ってるとだれてくるんですよ。でどんどんでちょっと重いんでこれつけてるとずれてくる。これは痛くないんですけどね、この手のものは。少しちょっと使用感的にはなんかこう、あんま満足してなくて。このめっちゃ軽いやつ。これやっぱね、すごくずっと使ってたんですけど、軽くて、息もしやすくて、いいなと思ってたんですけど、貼り付きまくるんで、これ。やっぱね、マスクしててずっと思ったのが、やっぱ肌荒れするなって思ったんですよ。なんか僕の肌には回らなくて、途中から。どうですかね、みんなもそういう経験ないのかな。一番僕の中で良かったんですけど、なんかね、途中からちょっと、その肌荒れとかが気になって、ね、レギュラーメンバーが落ちたんですけど、まあ、あとやっぱこのね前からあるっていうかまあ当たり前ですけど、まあ、一時期はね手に入れづらかったこのマスクもやっぱりねこの紐がめっちゃ痛いんですよね。この耳の裏とかがね、早々にちょっと僕のレギュラーメンバーから外れたんですけど、でこれが出る前に一回ねこのヘパスキンの 4D のこのマスクがあったんですよ。同じようなことを歌ってて、めっちゃいいじゃんと思って買って、これがですねなんかねちょっとねちょっと不思議な形してて、まさかの真っ平みたいな。これつけるとねちょっとなんかフィットしなかったで、なんかすごくこうガッと張り付いて息がで、なんかここに張り付きまくって息全然できないんですよね。これなんでこれやみたいな感じで思ってて、この子ねこんな感じなんですよ。これこんな感じでこの紐がこうやって調節できるような、まあ、やり方書いてあるんです。黒い部分が多分しっかり顔にフィットしてくれてて、この紐も全然耳痛くならないし、立体型になってるんで息もしやすくてめちゃめちゃいい感じです。本当にこれはね、つけた時めっちゃ感動しました。でね、もうこの感動をちゃんとみんなにも伝えたいなと思って、今日はちょっと紹介させてもらいました。まあただね、完全にこうウイルスとブロックするものではないっていう、まあ書いてあるので、ウイルスとか菌を寄せ付けたくないっていうのであれば、やっぱりね、99% カットみたいなやつの方が、まあきっといいんでしょうけど、こういったマスクがいいのかっていうのもなかなか難しいとは思うんですけど、一つこういうのもね、あるっていうのを皆さん頭の中に入れていただいてもいいんじゃないかなと。
思いまして、はい、今日はこのマスクの紹介でした。まあね、こういう風にマーサチャンネルではこういう風な、最新のものとかも、しっかりね配信させていただいてますんで、見逃したくない方はぜひチャンネル登録をしていてください。まあ、次回もねちょっとまた新しい商品があったんで、いろいろちょっとまた商品説明していきたいと思いますんで、次回も楽しみにしててください。またね。 Please チャンネル登録 and 高評価。 Thank you for watching. マーサでした。